なんかこう、プレイステーションが自分の IP をモバイル向けに移植したいと言っていたのは皆さんご存知かと思うんですけども、ちょっと最初の移植が予想外のパターンというか、アルティメットサックボーイ。いや、待って、ちょっと。アルティメットサックボーイです。いや、いきなりなんやねんって話なんですけども、ちょっと映像終わるんでここ背景流しておきますけども、皆さんご存知、サックボーイ・ア・ビッグ・アドベンチャー。まあ、日本で発売された時は、リビッツ大冒険とかそんな感じの名前だったと思うんですけども、が、Android、iOS 向けにモバイルゲームとして発売されるそうです。これは、リビッツとかのあれと同じキャラではあるんですけども、ゲーム性は違うようです。こちらの記事書かれたりしていて、まあ、フリートゥープレイのゲームで、現在の時点で Google Play Store で、すでに予約ができるであるとか、デイリーデュエルって書いてありますけども、これは他のプレイヤーとの勝負が、まあ、デイリーってついてるので、毎日、こう、1回まで、こう、追加報酬が手に入るとかそういうことだと思いますけども、まあ、こっちのストアページ見ましょうか。一応、なんか AI 翻訳っぽいけども、まあ、ありはするので、説明が。で、それ見てやると、サックボーイの究極の冒険であなたの想像力を解き放ちましょう。象徴的なサック、ヒーロー、象徴的なヒーロー、サックボーイとしてプレイして、クラフトワールドで最も意見ある、そして最もクレイジーな障害物レーストーナメントである伝説のアルティメットゲームズに挑戦しましょう。クラシックなサックボーイの敵をスライドさせ、かわし、折り込み、ライバルを凌駕してクールな商品を獲得しましょうと。まあなんか、本当に AI 翻訳っぽいんですけども、こっちの記事に戻ろうと思いますが、エンドレスランナーだというふうに言われております。要は、一昔前にちょっと流行ったテンプルランであるとか、そういったゲームのように、もう無限に走り続けるゲームで、それで走った距離で勝負するっていうことになっていて、かつ走っている途中にちょっとしたギミックがあったり、あとは道中のアイテムを獲得して、その獲得したアイテムを使うことによって次のランでより距離を伸ばしていきましょうっていうことになっているようです。かつサックボーイ独特というかの要素もあるようで、非常に幅広いリビッツのカスタマイズ性であるとか、まあ要は自キャラのカスタマイズ性であるとかもあるようですので、自分のキャラクターを他人とのマルチプレイの勝負なのか、まあ、PVP があるのは間違いない、 PVE というかその協力プレイがあるのかは現時点では分かりませんけども、そういったマルチプレイで、フレンドとかに見せつけていこうみたいな要素もあるみたいです。加えて、2つほどもうちょっと話したいことがあって、まず1個目、予告編がありますので見ていきましょうか。これ予告編でかくできないんかね、全画面あったわ、4K はいらない。まあ、なんというか予想の3倍ぐらいものすごく見慣れたリビッツだなと思ったんですけども、これクオリティは普通に高そうです。ゲームのグラフィックスとか見ても全然綺麗なので、そういう点では本当にいいゲームだと思うんですけども、まあ、ゲーム性が楽しいかどうかは実際触ってみないとわからないかな。バランスがどういう風に調整されているのかなどはわかりませんけども、ここを確認すると、まあ、横移動に加えてジャンプ要素があって、でスイングに捕まっていくっていう要素もある。これね、どういうシステムかあまりわからないんですけども、で転がりがまあスターみたいなやつですよね。そういうことで、まあ反応しづらいっすね、正直。反応しづらいけど、まあ発売日見ました、発売日ここに書いてあったっけ、発売日ね、2月21日、 PSVR2 の1日前に発売されるそうです。
なんでや。まあな、まあいいんだ、いいんだ。ということで、2月21日向けの発売で、フリートプレイですので無料で遊べると、キャラのカスタマイズ性とかの楽しめるエンドレスランナーゲームだということになっております。で、一つ面白いことがありまして、これね、公開されているのが、されているっていうか出版されているのがエクシエントっていうところになっております。このエクシエントっていうのは別にプレイステーションの参加のスタジオとかそういうわけではなく、でかつ開発もねこのエクシエントというところが、対応しているようですので、トプシタービーシティビルダー、ワッキークリケットパーフェクトヒット、アルティメットサックボーイ、レミングズパドラパズルアドベンチャー、そういったゲームをね、作っているスタジオみたいなんですけども、このエクシエントが発売も担当している、パブリッシングも担当しているということで、もう完全に、IP はうちのを使ってほしいけど、あとは丸投げしてっていうね、取り扱いになっているようです。これが吉と出るか凶と出るか分かりませんけども、まあ、ゲーム自体を見た感じ、そのプレイステーション上で遊べるようなリビッツの感じはものすごくつかめている感じはすると思うので、原作ファン、まあ、そのモバイルゲームをあえてプレイするようなハードコアな原作ファンっていうのは、どんくらいいるのかわからないんですけども、そういった人たちにとっては悲しい、悲しいじゃない、かなり嬉しいゲームだと思います。自分もねこれちょっと触ってみようとは思うんですけども、皆さんどう思うかぜひ教えてください。まあ将来的にねこういった形で、あのプレイステーションの IP を活用したようなモバイルゲームが増えていくと思います。これは、まあ、PC 版の戦略でもね繰り返し言っているようなことなんですけども、 PC 版加速していくぞと、モバイルの方も同じです。モバイルの方についてもどんどん増えていくっていうのはもうプレイステーションが公式的に言っていることですので、これが最後ではない、これから増えていくということで、まあ実際遊んでみないと分かんないんだけども、これがかなり高クオリティであることに期待しつつ、将来的に例えば、まあ、一番このグラフィックスというかそのスタイル的に子供向けっていうのはちょっと言っちゃ悪いかもしれないけども、そういう幅広くモバイルにおいて幅広くアピールできそうなタイトルがリビッツだと思います。これ以外の IP についてもどんどん移植していくというか、どんどん新作 IP を活用した新作が出ていくと思いますので、一応楽しみにしていこうと思います。ぜひ皆さん思っていることを教えてください。ではご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたら高評価もよろしくお願いします。バイバイ。